よ。みんなもできるかな。じゃあゆっくりやってみるよ。卵の両端を持って開くと、くちばしが動く仕組みです。型紙はコメント欄からダウンロードすることができます。それでは作り方をご紹介しましょう。まず画用紙を半分に折ります。片側だけもう半分に折ります。ここに大きな卵の形を描きます。今描いた形が見えるように折り返したら、重ねたまま切り取ります。これを屏風折りにすると、卵が開く仕組みが出来上がります。次はくちばしです。真ん中のあたりに切り込みを入れます。それを三角に折って、しっかりと折り目をつけてください。裏返して反対側にも折ります。これを中に押し込むとくちばしの出来上がりです。開いたところに絵を描いていきましょう。卵を開くとくちばしが動く仕組みが出来上がりました。丸い卵の歌に合わせて遊んでみてください。